ラブカス TV 川口学です。今日はですね、久々に私のまぬちゃんがご登場ということで、売ったんじゃないかという噂もですね流れてはいたんですけれども、ちゃんとですねまだ乗っています。あと1ヶ月ぐらいでもう丸2年になるということなんですけれども、まあこの2年でですねかかったお金がほとんどないという非常に優秀な1台でございます。ちょいちょいですね液晶が1回消えたりとかしたこともあったんですけれども、起動したら別に元に戻りましたし、まあその他ですねメンテはしてきましたけれども、基本的にはですねお金はかからないので、そのお湯交換とか、そういったですねプログラムは全部入ってますので、なので一切お金かかってない。毎月の車両のですねローンと、まあ、駐車場は自分ちなんでかかってないですし、あとはですね保険ぐらいですね、その2点しかかかってないということで、まあこれもですねちょっと後で計算してですねこの辺りにちょっと出してみたいと思いますけれども、まあ、今ですねまぬちゃんの価値が非常に高騰しておりまして、ロッペライオの川久保さんに先日も言われたんですけれども、もう今すぐ買い取りますと言われて、しかもですねめちゃめちゃ高い値段で買い取っていただけるというふうにおっしゃっていただいて、これ今買い取っていただくともうかなりですねプラスになる、そんな状況でございます。ここまで乗ってきてあと1ヶ月ちょうど2年というタイミングですけれども、今走行距離は本当に2万キロの手前です。19,965キロとかそんなレベルでございます。なのでもう間もなく2万キロを迎えるわけですけれども、先日シラさん50のですね動画にも出て水をバーってかけてやってましたけれども、今まあちょっと埃に乗っちゃいましたけれども、こんな感じでピカピカでございます。かなりですねピカピカな感じのですね状態を保っていて、これもバッチリグッドかなというところですね。ただまあまるちゃんですねご覧になっていただいて分かりますように、実はこんなにドロドロに汚れてますけれども、これでも今日洗車したばっかりです。こういうですね樹脂のところに今花粉とかがまだ残ってて取り切れてないので、これもですねきれいにしてあげなきゃいけないなと思いますし、ウィンドウのですね上の部分とかにもああいうところが汚れちゃって、またねこれがね拭くのが大変なんですよ。なぜならばこれね拭くためにはこのドアを一回開けてあげて、ステップを出しのここに登って、ここ捕まるとこがないんで、ここからですねこんな感じで拭いてあげなきゃいけないというですね、なかなかに大変な状況だったりするんで、まあまた後でちょっと拭こうかなと思いますけれども、とはいえですねまあ2万キロに近いところで乗ってきましたけれども、ご覧のようにですねピカピカでございます。そして満足度も相当高くて、まあかなりやっぱり思ってたよりもですね走りがね癒されていいんですよね。なので最初はまあちょっとミーハーな部分もあって買いましたけれども、実際に乗ってみるとその乗り味がですねもう虜になるというですね、ここがまさにポイントと言えるところです。車も今ご覧になっていただいて分かりますように、もう本当にフルブラックのカラーがですね思いのほか気に入っていて、まあ最近ちょっとあまりにも汚れすぎるんで、この車のためだけにですね駐車場を借りてもいいんじゃないかと思うぐらいの気になってきたというですね、まあ、そのくらい気に入ってるわけですけれども、なので、まあ、今までもですね SUV、GLC 乗ってきて GLE 乗って、でこのまぬちゃんなりましたけれども、じゃあ次何買うかって考えた時に、まあ、レンジローバーいいなっていうところはあるんですけれども、でもやっぱりねこのねまぬちゃんの良さっていうのはね相当にあるわけですよね。そこがまあ本当にですね次の車をなかなかこう踏み出せない
理由の一つだったりもするということなんですね。で、僕のマルちゃん の, あのカスタマイズはですね、この電動のですね、はい、サイドステップ、こちらですね、これをつけたのに加えて、インテリアではエアコンの吹き出し口のところをですね、アンビエントライトが光るタイプのものに変えたりという、その2点はご紹介しました。あとジョー・マローンのですね、ディフューザーですね、あれもつけたんですけれども、でそれ以外にですね、今回またさらにですね、インテリアで変わった点がありますので、それを紹介したいと思います。ではちょっとこちらに来ていただければと思いますけれども、もう一目瞭然のこちらでございます。はい、このカップホルダーがですね、新たに追加されたんですけれども、もうご覧になっていただいて分かりますように、このカップホルダーまるでね、最初からついてるんじゃないかというそんなですね、ものになっていて、特にこの表面のですね、この素材感がこのこちらのプレートと全く同じ、はい、質感になっていて、もう本当に純正そのものと思えるようなそんなですね、カップホルダーになってます。ちなみにこのカップホルダーめちゃめちゃ高いです。1万6000円か1万7000円ぐらいするですね、カップホルダーが。はい、でこれ自分で取り付けるんですけれども、運転席側と助手席側と両方ですね、ついてまして、これですね、取り付けはこんな風にやりました。でこちらのカップホルダーですけれども、カップホルダーはですね、左右別々でこのエアコンの吹き出し口両サイドありますけれども、ここに取り付けるタイプということになります。でまず運転席側、はい、こちらですけれども、ここにライトって書いてますね。微妙にだから角度が違うというところなので、はい、取り付け方法がですね、説明書が入っていて、中にカップホルダーが入ってるわけですけれども、開けますとこのような感じで非常に質感の高いカップホルダーが入っております。しかもこの金属調のですね、パーツ一番上の部分ありますけれども、これとここがですね、同じになっているというのが特徴ですね。この金属調がそのまんまこちらのカップホルダーのところにも再現されてますので、違和感なく取り付けられるというものになっております。でこれ取り付けなんですけれども、ここに入れてですね、ちょっとネジを締めるだけで、簡単に取り付けられるというものになっております。この裏側のクリップを引っ掛けるだけなので、これをですね、エアコンの、はい、ここに入れて引っ掛けるわけですね。はい、というわけでこんな感じで、ちょっと手こずりましたが装着できました。というわけで助手席の方もこのように取り付けができました。でこの本来の物入れが有効活用できるようになったというのが特徴です。でさらにはこのカップホルダー自体も取り外しできるので、こうすることによってより広い収納スペースとしても使えるということになるわけですね。さらにですね、助手席側のカップホルダーも見ていただきたいんですけれども、このカップホルダーを付けたのに加えてですね、実はこのグラブハンドルの部分にも、はい、このように小物入れが装着できるようになっていて、これをポンと置くだけでですね、ここにスマホとかそういったものをですね、置いとける、そんなですね、スペースになっております。ちなみに今キーがあるんで置きますけれども、このような感じで物入れとしても使えるということで、まあ実はですね、まるちゃん、意外に物を置くところが少ないです。例えば、こちらご覧になっていただくと、このセンターコンソールにカップホルダーがですね、あるんですけれども、ここぐらいしかないわけですね。なので、ここを使ってしまうともう何も置けなくなってしまうので、それもあってですね、カップホルダーがこのエアコンの吹き出し口のところに両方つくと、この部分のですね、使い勝手がさらに高まるというのもありますし、さらにここにもですね、物が置けるようになることで、このような感じでですね、スマホを置いとくこともできますし、はい、まあ、スペースがあれば少しですね、便利になるかなと思ってこの2つをつけました。しかも改めてもう一度言いますけれども、この質感の高さやということで、相当にこれは、はい、気に入っております。しかも吹き出し口のところからですね、ちゃんと風が当たるので、ここもいいところですし、この爪がですね、可動式になっていて、ちゃんと小さな飲み物もホールドしてくれるものになってます。ただここに LED のアンビエントライトが光るものが入ってたので、それがちょっと見えなくなるのは残念なんですけれども、まあそれは致し方ないかなというところで、まあ、これがですね、今回のインテリアの大きなですね、変更、大きなというか、まあこれだけですけれども変更点ということになります。そしてもう一つですね、実は G クラスといえば荷室問題があってですね、これを解消するためのパーツもですね、取り付けましたので、こちらもご覧になっていただければと思います。
ラゲッジなんですけれども、はい、ご覧になっていただきたいと思います。ザーン、このような感じでゴルフバッグがですね、横に置けているということで、このラゲッジボードを導入したのが今回めちゃめちゃでかいんですね。で、これはあのゴミちゃんにいただいたゴルフクラブセットでございます。ゴミちゃんありがとうございます。これですね、要するにこのボードを置いただけなんですけれども、これがね、非常に優れもののボードなんですよ。で、どういうボードなのかと申しますと、本当にただこのように板が乗っかっているだけというところで、実はね、これね、はい、この2枚の板が、はい、このようにあって、これをですね、ここに乗っけるだけなんですね。で、これが元々の状態なんですけれども、ラゲッジスペース意外に奥行きもないし、幅もこのタイハウス出ちゃってるんで結構厳しかったわけですね。で、これは皆さんにもご覧になっていただいたと思いますけれども、これね、この状態だと、はい、実はゴルフバッグが入りません。クラブが折れちゃいます、このような感じで。なので、シートを倒すか、まあ、あとは斜めにして、斜めでも入らないわけですね。まあ、非常に困っているということで、まあ、G クラスオーナーの人は実は結構困っているということですね。なので、さっきのラゲッジボードを使うことによって、ゴルフバッグの横置きを可能にしたわけですけれども、実はこれね、優れものなんです。これさっきこのように置いて板を上に乗っけたんですけれども、実は高さが変えられます。これをですね、はい、今度は寝かせます。寝かせてここに板を置きます。もう一枚に板を置きます。するとですね、高さが変わるわけですね。しかも偉いのは、ここにスペースがあるのに加えてですね、いいですか、何がすごいかと申しますと、なんとザザーン、フルフラットになるというですね、まあ、ちょっと奥行きはね、長さが足んないんで車中泊は厳しいと思いますけれども、ちょっと一応よいしょ、とはいえ、まあ斜めには寝れるということでですね、まあ車中泊1人だったらいけるだろうという、そんなスペースが生まれるわけですね。まあ、耐荷重的にここ乗っかっているのはちょっと分かんないですけれども、ということで、このボードを使えばですね、くしくもゴルフバッグ横置きできるし、なおかつフルハットにもなるというですね、優れもののラゲッジボードでございます。こちらはですね、キャルウィングさんの製品ですけれども、確か10万円だったと思います。 URL 載せておきますけれども、非常にこれ優れてますし、ここ見てください、この素材感も結構純正のカーペットっぽい素材感だし、ここの、はい、エンドの部分、縁にこのように盛り上がりがついていて、荷物がちゃんと落ちないようになっているというですね、めちゃめちゃ優れものでございます。というわけでですね、今回は私のまるちゃん、久々にご覧になっていただきましたけれども、まあ、カップホルダーとグラブハンドルのところの小物入れ、それをつけたのに加えてですね、この使えるラゲッジボードをですね、買って実際に非常に便利で重宝しているということで、 G クラスオーナーの皆さんですね、参考になったのではないでしょうか。多分もうこれ以上つけるものがないんじゃないかと思えるぐらいの、そのぐらいのですね、完璧な仕上がりになっております。まあ、何か見た目とかをいじったわけではないですけれども、実用性をですね、上げるという意味においては、かなり今回のアイテムはですね、有効なのではないかというふうに思います。というわけで、最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければ、あなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV で取り上げてほしい車企画ございましたら、コメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。